とりあえず現状を確認していこうか。あの冒険者たち捕まえてきたはいいけど、メディナについて聞き出そうとすると知らないの一点張りだよね。彼らは接触を受けた以上、メディナ殿の指示に従う。むやみに居場所などを明かさぬよう命令されているのでしょう。接触された以上、本当にメディナの言うことには逆らわないんだ。そうね、わざわざ曲解して人をおとりにするような連中だけど、忠実であることには変わりないわ。ああ、その遵守精神はとても褒められたものじゃないけどな。でもなんだかおかしいよ。これまでの冒険者たちはそんな行為を一切行わなかったものね。それは何か、メディナ殿の背後に動いているものの存在があるからでは。アッシリア。ああ、そうとしか考えられない。やっぱりメディナの動向を追っていくほかないか。神聖氷協会もメディナのことも心配だ。でももう一つ気になることがある。シェータ殿。シェータ様は雷が鳴り続ける西の峡谷におられるのだったな。我らが今優先すべきはそちらではないのか。確かに、そこにカラントコアが存在するなら早くそれを切らないと。ただと捕まえた奴らと同じようなことをやらかす連中が他にも出るんじゃ、いたちごっこだ。お前さんはそう言ってんだろ。ああ、それにカラントを切らせないようにする方法として、人海人が犠牲になるならなおさらだ。私もそれには同意見です。どちらも感化しておくことはできない。そうだな。申し上げます。西帝国より報告を受けました。大型の魔獣が発生したようです。そしてその近隣にカラントも確認されましたが、なぜかその前に立つ人々の姿があったと。早速か。また神聖氷協会の協力者でしょうか。座標はこちらです。ちょうどその座標は峡谷につながる道の途中にある。西の峡谷を目指しながら俺たちが調査に行ってもいいか。西の峡谷の雷は心配だ。でも冒険者のことも放っておくわけにはいかない。分かった、よろしく頼むぜ。